元日の地震で大規模な土砂崩れが発生した輪島市一ノ瀬町。およそ1キロにわたって土砂が崩れ落ちた輪島市の一ノ瀬町の現場です。こちらでは今朝から重機が土砂を運び出す作業を行っています。今朝から県警や工事関係者などおよそ50人体制で行方不明者の捜索活動が再開されました。行方が分かっていないのは住民の柿地秀次さん56歳。県警では震災当初から捜索活動を続けていましたが、現場の安全を確保するため3月上旬に活動を中断していました。その後、一ノ瀬町では土砂崩れにより発生した土砂ダムに仮設水路が整備されたことなどから安全が確保されたとして、今朝捜索活動を再開しました。その様子を柿地さんの兄弘明さんが見守っていました。また再開するということで、個人的に、また弟のが見つかる少しのまた光が見えたなと思っています。捜索は今後日曜日を除いて毎日行われる予定です。輪島市内では柿地さんを含めて3人の行方が今も分かっておらず、警察は他の場所についても安全が確保され次第捜索活動を再開するとしています。